真実の法華経の如実修行の行者の指定旦那とならんには三類の敵人欠乗せりさればこの経を弔問しはじめん日より思い定むべし強滅度後言わんや滅度の 滅度してのち親の大難の三類甚だしかるべしと如絶修行賞真実の法華経の如絶修行仏の説いた教え通りに修行することの行者として行動する 死であり死て旦那であるならば三類の敵人が必ず現れるそうであるからこそこの法華経を聞き信心を始めた日から覚悟を決めるべきである法華経をしぼにまして シャクソンが入滅した後の時代はなおさら多くの反発や敵対を受けると説かれる通りの三類の敵陣による大難が激しいであろうと。チャンネル登録、グッドボタン、よろしく。 お願いいたしますすでに登録してくださっている皆様もありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。